柴田康子は、日本の画家、旧制裁場、もがみ半の娘、1907年、秋田県大曲市で生まれる。ただし、父、こうゆたかは1900年より、貴族院議員になってすでに、東京小路町に邸宅を構えていたので、東京生まれの可能性が高い。母金、陽明よしえ、父の帰省に伴い、たびたび、 秋田県角間川の尋常高等小学校に一時、編入した。1919年、安子に改名。1921年、鎌倉女学校入学。1923年、震災後東京に戻り、千代田高等女学校に編入、在学中から松岡永久に指示。1931年に、由利本城市出身の東洋史学者、柴田義章と結婚。 1938年には新美術人協会を設立。しかしその同年、工場船の異常が見つかり手術を行った。1946年には病状が悪化。その頃、海外に対する理想が高かったために自作のほとんどを焼却した。その翌年に東京都で病死、去年39、メラワドシバタは、 大和絵や日本画、近代洋画など様々なジャンルの絵画を学び、自らの作品に取り入れた。例えば女性たちを描いたメラワドは、当時としては斬新であった、計算された線と色彩による構築的な構図によって描かれている。また、大馬秀夫は、新日本画研究回転に出品された馬一キロに対して、光の落ちてき方は興味がある。画の出来不出来を別にして、 作者の試作生活が出ているのは見るものを打つ。などと評している。三、不、作家年譜、柴田康子年譜、描かれた、秋田店カタログ P127 から129。ありがとうございます。